行中です。フライ級5分3ラウンドを行います。赤コーナーより藤森幸子選手、赤コーナーより杉山静香選手の入場です。第5試合フライ級 56.7 キロの階級、ここからは5分3ラウンド肘ありルールによって行われます。アマチュア大会で実績を重ね、2013年のプロデビューから5年目を迎えました。佐伯茂ディープ代表から期待の選手だと太鼓判を押され、その言葉通り打撃も寝技もできる強さを見せてきました。さあこちら青コーナー藤森幸子、しかし2016年長野美香戦で逆転負け、続く三浦彩香戦での一本負けと現在連敗が続いています。今回が1年10ヶ月ぶりの再起戦。藤森は言いました。私はまだまだ成長中、今回に向けて磨き上げたパンチとパワーアップした肉体から繰り出すタックルを爆発させ最高のパフォーマンスを披露します。41歳になりました。さあ果たしてどんな試合を見せてくれるか、藤森幸子。第5試合フライ級 56.7 キロの階級、5分3ラウンド肘ありです。杉山静香対藤森幸子。なお両選手に激励賞が届いております。青コーナーこちら藤森幸子41歳160センチ、そして赤コーナー杉山静香31歳165センチ。フライ級5分3ラウンドを行います。青コーナーブライトです。藤森サチチャオ、1年10ヶ月ぶりの再起戦、どんな戦いを繰り広げるか、オールラウンダー藤森幸子、新宿ミーウィー杉山静香、こちらも再起戦勝利を目指します。仕留めたいラウンドに持っていけるか杉山静香。これは小ネタなんですが、はい、小ネタ、藤森選手は、昨日計量が終わってからリカバリーでおはぎを6つ食べたそうです。 おはぎを6つ、かなり食べましたね。食べ過ぎですよって言いましたけど、かなりカロリー取りましたね、はい、さあがっちりと握手、フライ級の一戦です。藤森対杉山、両者への声援が飛びます。ラウンド第5試合フライ級 56.7 キロの階級、ゴングが鳴りました。右が当たりました。お力強く前に踏み込んで出していく、まず藤森、しかし返していく杉山静香、お互いに接近、近距離で打ち合って、ここで組んで首相撲からの膝は杉山です。ちょっと膝嫌がってますね、はい、さあまず組んでロープに押し込んでいる杉山、膝行けるという、膝行けという指示が飛んでいます。杉山サイド足をかけて倒そうとしていますが、踏ん張っている藤森。
開始早々、先ほどの川村選手と山崎選手を思わせるような打ち合いでしたね。打ち合いでしたね。そして手をクラッチ、今度は足に手が回っていきます。さあここで踏ん張っていくか、足をかけて倒したテイクダウン。そしてすぐさまバックを取りに行ったのは杉山。さあ頭を抱えてしまっているのは藤森。バックポジションキープしています。浜崎選手、はい、まずこのポジション杉山がバックを取りました。そうですね、いいポジションだと思います。はい、藤森選手は立って整体したいところですが、うん、立ち上がって肘バック肘、お今度は持ち上げて、おっと投げるか、ジャーマンに行くか、持ち上げています。そしてもう一度足をかけた、離しません。そしてサイドからバックを取り、バックサイドとスムーズに動いていくのが杉山。さあ浜崎選手、はい、藤森としてはまずこのどのような形に持っていけばいいですかね。そうですね、今ずっとバック取られている状態なので、なんとか正面向きたいところですが、はい、その正面を向くためにはどういう形にまずすればよろしいですか。そうですね、あ拳が飛んでくる。今多分左手で、ええ、左手を取られているので、はい、あ今大丈夫です。正面を向きました、はい、だが丸め込むように抱え込んで押していきます。これ左腕が潰されているということですかね。右腕を今、はい、抱えられているので、はい、使えない状態になっているので、振り回して倒しました。テイクダウン、頭をコーナーマットにつけていく藤森。その上に乗っかって、さあバックマウント、足を伸ばすか、体重が前に今かけられている足、さあ足が伸びた。そしてあとは投げるのみ、動きが完全に止まっている藤森。さあチャンスは杉山、手をクロスさせて抵抗していきます、はい、さあがっちりとポジションキープ杉山。パンチを当てて、そして今度は右手で何を狙うか。結構 前に乗りすぎているので、ええ、前に落とせそうなんですが、立ち上がるか、あっと首を取るか、ややフェイスロックのような体勢。そして正面を向いていくが倒した、ここも足をかけて倒しました杉山。強いの打てというセコンドからの指示です。ここでそのパンチ、左腕、左の拳を叩き込んでいく杉山。ボツンという音が聞こえてきます。かなり嫌がっている模様藤森。さあ抜け出したい藤森ですが、杉山キープ、この表情、冷静な表情を見せています。藤森選手はストロー級から階級を上げて初めての、あそうですね、試合なので、そうですね、はい、これは肘、このルールは肘あり、離れました。残り時間についていこうとしていく藤森です。残り時間1分を切りました。第1ラウンド、コーナーに押し込んで打っていく、打ち込んでいく、だが下がりません。なんという強い気持ち、精神力、藤森すごいですね。いや浜崎選手、はい、さすが最近シゲルディープ代表がですね、はい、あの太鼓の選手、はい、まさに本当そうですね。いや本当にすごい気持ちです、41歳藤森幸子、下がらないですね。強い気持ちがあらわになっていますが、タックルに一気に抱え込んで倒した、スラム、そして殴る、今度は肘だ。さあここからは肘ありのルールです。削っていきます杉山、今度は顔面へパンチ、もう一度こうして倒す。杉山選手もポジションが上手いですね、しつこいですね、またこの肘が本当にいいポジションを取ってるので。さあ時間がありません。第1ラウンド、このまま優位に杉山進めていこうというのか。第1ラウンド終了です。さあ打ち合いの中、杉山がいいポジション取り、バックを取り、上を取りとキープしていました。さあ浜崎選手、はい、第1ラウンドの両者の戦いはどのように映りましたか。振り返りましょう。そうです、まあ足をかけて倒してという状態が続きましたね、はい、杉山選手は打撃もうまいんですが、はい、やっぱテイクダウンもうまくて、やっぱ寝技も力があるので、しっかりいいポジション取れてるので、やっぱりうまいなと思いますね。うん、
今回はあの本人がですねこの試合パウンドで仕留めていきたいというふうに話をしてたんですね。ああそうなんですね。まさにこのポジションを取って上から落としていく、はい、それが見られましたね。そういう展開ですね、さあ対する藤森今回はもうパンチ力もかなり上がったということでですね、はい、慶応勝利も当然狙っていくというそんなコメントがありましたので、まあ、だからこそ先ほど第1ラウンドからどんどん打ち込んでいったと思うんですけれども、はい、さあ第1ラウンド第2ラウンドが始まりました。前蹴り右ストレート非常に近い距離です。お互いに右左右のパンチを振っていく。またこのラウンドも開始早々打ち合っていく両者頭を上下に振ってフェイントを入れながら藤森が前に詰めていくがそれを冷静に見て首相撲からの膝蹴りで対処していく。これはきついか。足をキャッチしていますが、さあセコンドから杉山膝という指示が出ている。さあ杉山の今の動きはいかがですか浜崎さん。そうです、あの膝がかなり嫌そうだなというふうに見えます、うん、ここもコーナーに押し込んでいきます。詰めていきます。ちょっと捕まえられると藤森選手はきついかなと、右をなんとか使って刺そうとしていますね藤森、はい、ここでうまくまた倒しました。尻餅をついてしまったのは藤森です。さあもう一度今日はパウンドで仕留めたいという話があったのは杉山、今度は上からがぶっていきます。首をさあ取ろうというのかフロントネックロック。さあじっくりサイドに回っていきます。足を上げようというのでしょうか。抱え込んでもう一度今度は鉄槌、今度はそして左、さあ背中を向けてしまった。背中を向けてしまったのは藤森、先ほどと同じような体勢になっています。さあ今度は杉山サイド肘でもいいという指示が出ています。がっちりとバックサイドポジションをキープ。試合時間はさあ残り3分です。さあ浜崎選手、はい、まず杉山のポジション、はい、今はこうバックからの鉄槌、はい、拳を当てて削っていくということが、まあ、考えられますが、はい、他にはどんな作戦が考えられるでしょうかね。そうです、今のポジションだと相手の動きに合わせていろんな技がいけるのと、今ちょっとサイドになりそうなので、今度正面向いてサイドでしたね。ここからまあパウンドもいけますし、はい、まあ、起こして締めとかもいけると思います、うん、優位にポジション取り試合を進めている杉山ですが、対する藤森とすれば先ほどからまあこの展開が続いているんですけども、はい、何かこう打開策というものはありますかね。そうですね、私から見たらあの立ちの勝負の方がいいのかなというふうには思いますね。やっぱりパワー負けしているイメージがあるので、うん、まあ、そうですね、先ほども立ち上がって打ち合いになったところ杉山が今度組に行ってという流れになっていますよね、はい、さあ腕を杉山の腕を上げて離そうとする杉森、藤森ですが、うん、なかなか動けない。さあコーナーを背にして杉山、藤森ここから脱出できるか。時間が過ぎていきます。あっと腕を取った、腕を取った、これはどうか、いかがですか。ガーッと曲がっていくわ、手札が回転、あっと肘を押さえている、肘を押さえていた藤森、今度は前からガブっていきます。今の先ほどの腕はどうですかね、かかり具合。いや入ったと思いましたけど、一瞬離れた時にですね、藤森が肘をこう押さえたようにしていたんですよ、はい、かなり伸びてたように見えたんですが、ダメージがあったか心配です、うん、残り時間まもなく1分です。5分3ラウンドで行われます。残り時間1分、残り時間1分、もう一度振り回していく。相手の腕を掴んで離さない藤森、もう一度拳を打ち込んでいく。体を回転させて、さあ背中をつけようとするのか杉山。よく捉えましたね、動いていきたい藤森、ただこれだけ動くとやはりもう今口が大きく開いてますから、はい、スタミナもかなり消耗しているんでしょうかね。残り時間30秒、残り時間30秒切っています。第2ラウンド
おっと腕を狙うか、逆に藤森が足を杉山の顔にかけた、首にかけています。杉山の今度は右腕を狙っていく藤森。残り時間10秒、残り時間10秒、残り時間10秒切りました。あだが離れてしまった。この隙サイドを取ってバウンド、鉄槌を打ち込んでいく杉山です。さあ第2ラウンドが終了しました。なんとか藤森が耐え抜いたと言ってもいいでしょうかね。そうですね、うん、第2ラウンドはどのようにご覧になりましたか。第2ラウンドも杉山選手がずっと上を取ってたイメージがあります。終始、まあ、キープしていた。ここが、先ほどここですね、はい、一瞬伸びたかなとも思いました、まあ、ロープがちょっと邪魔だったのか、はい、でも伸びてますよね、完全に伸びてますよね、はい、あと一歩というところでしたね。もう少しで。さあまあ、試合としてはですね、浜崎選手、はい、まあ、杉山が組めばもう持っていくよみたいな感じに見えるんですが、はい、これ第3ラウンド藤森としてはどんな対策を練っていけばいいですかね。そうですね、やっぱり杉山選手パワーがあるので、はい、捕まらないように打撃で距離を取った方がいいかなと。組ませないというやっぱりことですかね。さあ最終第3ラウンドのゴングが鳴っています。右ストレート、ちょっと動きが鈍ってきたか藤森、ここでまたタックルだ。杉山手をクラッチ、がっちりとクラッチしています。あとは引っこ抜くだけ、倒しました。テイクダウン、再び上になりました。半身の体勢で潰されているのは藤森。さあ藤森、下になっている藤森は連敗中です。なんとかなんとかここから復活していきたい再起戦となっています。そして冷静に後ろから対処していく攻撃をさあしていくのがこの杉山。前回はライジンで新鋭の渡辺香奈に敗れています。こちらも再起戦、当然負けるわけにはいきません。さあ立ち上がりたい藤森です。現在の体勢は浜崎選手、はい、いかがですかね。杉山、これもやっぱりがっちり決まってますかね。この状態だと、そうで今引きずり込みましたね今、はい、シリと終始バックを取っているこの杉山です。立ち上がって打撃に持っていきたいのは藤森。うんと腕を取るか。そうですね、危ないですね。足を首にかけたぞ。そして肘に腕をかけて、さあここから伸ばすか、どうするか。なんとか手を掴んで右肘をちょっと入れれば。今杉山手首に、そうですね、腕がありますね。完全に潰されてしまっています藤森。そこから、はい、まあ、アムロックがダメでも十字にも行きますし、うん、もう少し右手深く入れれば、はい、行けそうにも見えるんですが、もっと肘の下まで、はい、杉山選手が、はい、行きたいですね。だが力強い藤森、手を離しません。耐えています、うん、ちょっと疲れてきたか杉山。本心の力を込めてぶっ込むコート、ああ中ですが、いやそれでも体勢はキープしています。そしてまたサイドを取って力強くバウンドを打ち込んでいきました。再びバックです。そして立ち上がろうとしています。さらにパウンド鉄槌、拳を当てていく、まとめていけと杉山サイド指示が出ている。これ浜崎さん、はい、今ようやく立ち上がろうとしましたが、やはりまずは立ち上がることが藤森としては大事ですか。そうですね、ずっと後ろ向いてるのも印象良くないですし、相手も攻めれるのでしっかり正面向いた方がいい。コーナーでの打ち合い、今度は膝を打ち込んでいった。さあ藤森の膝、それをキャッチしてまた倒します。強いの受けと杉山、はい、ニーオンザベリーから殴りつけていく力強い、ゴツゴツ音が聞こえてくる。さあ立ち上がりたい藤森ですが、なんとか
なんとか立ち上がりました。さあ肘もいいという声が出ているが、なんとか立ち上がっていますが、コーナーに押し込まれているのが藤森です。残り時間まもなく1分の最終ラウンド、浜崎選手、はい、浜崎選手、藤森の立場でしたらどういう形で流れ変えたいですかね。ずっとロープ背負ってるので、はい、しっかり入れ替えて距離を取りたいんですが、うん、なかなかさせてくれないんだと思います。もう組めばやはり杉山ですかね。そうですね。もう一度コーナーに押し込みますが、体を回転させていったところ、足をかけてのテイクダウンは杉山、すぐさまサイドをキープ。残り時間まもなく30秒、腕を狙うか、さあ入れてます、ね、どうするか。残り時間30秒、時間がありません。そしてまたいで今度はもう一度腕を取りに行った。だがうまく回転させて取らせないのは藤森、片膝をつきました。立ち上がろうとしています。ガブっていく杉山、残り時間10秒、時間がありません。立ち上がりたい。さあギロチンに持っていくか、締めるか杉山。時間がない最終ラウンド、ここで試合終了のゴングです。第5試合フライ級 56.7kg の一戦、勝敗は判定によって決まります。さあ浜崎選手、はい、杉山対藤森の一戦でしたが、はい、どうでしょう、判定にまで行きましたが明暗分かれる結果となりましたかね。そうですね、杉山選手非常にうまい、まあ、グラップリングに対しても、打撃もどちらもうまかったと思います。はい、とにかくバック、そしてサイド、時にマウントと、はい、なんとか藤森としてやはり打撃に持っていきたかったですね。そうですね、フィジカル負けしてる印象もありました。いや本当にでも杉山選手の腰の強さすごいですね。そうですね、ジャッジ植松30対27、杉山選手も足の筋肉がすごくて、ああそうですね、ジャッジ杉山30対27、赤杉山。さあ2人目も30対27、3人目も30対27、勝者アルゴーラ杉山静香。さあ勝者はこちら杉山静香です。終始コントロールしました。試合を自分のペースに優位に進めていました。第1戦見事勝利で飾っています。ジャッジ田澤でございました。3名とも30対27という票がつきましたけども、はい、これについてはいかがですか。そうですね、全ラウンドをしっかりコントロールしてたのは杉山選手だと思います。なんか冷静に、まあ、パンチを食らった部分もありましたけども、はい、冷静に対処していたようにも感じたんですけども、はい、いかがでした。そうですね、組に自信があるんだと思うんですが、うん、しっかり捕まえて倒すところまでできてたので、はい、あそしておなじみのこの K ポーズですね、はい、笑みが見られます。いやパウンドで仕留めるという、まあ、宣言があってパウンドでは仕留められませんでしたけども、はい、それでも本当に力強さを見せることができた、はい、そんな内容でしたよね。そうですね、いつでももうパウンドでいけるようなそんな感じでした。いやこれ多分あれですかね、渡辺選手前回敗れている渡辺香菜がこの後登場しますから、はい、これもしかすると相当意識しているかもしれませんね。そうですね、してると思います、うん、やはり同じ階級で。見事自分のポジション、自分の力しっかりと出し切りました杉山静香、16勝目を挙げています。